七尾線は、石川県七尾市の七尾駅と石川県放ス郡、穴水町の穴水駅を結ぶ、能登鉄道が運営する鉄道路線である。当路線は、地元の悲願であった1991年の七尾線津端駅、倉温泉駅間の電化に際して、西日本旅客鉄道がその見返りとして、石川県に倉温泉以北の路線を引き受けることを要求したために、 のと線の運営を行っていたのと鉄道が、その営業を引き継いだものである。転換にあたり、この路線が、転換時に交付金等の支援が受けられる、特定地方交通線ではなかったため、JR 西日本から路線を買い上げるよりも借用が妥当と判断された。そのため、線路等の施設は、JR 西日本がそのまま所有し、七尾駅、和倉温泉駅間は、 JR 西日本との共用区間となっている。当初、七尾駅和島駅間が移管されたが、2001年に乗客減少の一しい穴水駅和島駅間が廃止された。さらに2005年には、能登線が廃止されたことにより、東路線は能登、鉄道唯一の営業路線となった。なお、七尾線は能登線と一体的に運行されていたにもかかわらず、存続となったが、 これは、七尾線の輸送密度が、能登線を上回っていたことのほかに、全線を廃止にした場合職員の雇用先の確保が難しいこと、北陸新幹線の開業による並行在来線の第3セクター転換に備えて、県関連組織に鉄道運営のノウハウを確保することなども、その理由として挙げられている。石川県の旅客鉄道で唯一の非電化路線である。 普通列車の他に別料金を要する観光列車、のと里山里会合が運行されている。また、下記のほか JR 西日本との共用区間である、七尾駅、和倉温泉駅間には、のとかがりび、サンダーバード、花嫁のれんなどの JR 西日本の特急列車が運行されている。のと鉄道の列車は、電化区間である、七尾駅、和倉温泉駅間も含め、 全列車とも起動車による運行である。普通列車は全列車各駅停車で、夜間に区間列車が七尾駅のと中島駅間に一往復運転される。他は全て七尾駅穴水駅間の運行となっている。おおむね1時間に1本程度の運行で、NT200 単行が基本であるが、朝夕には2両編成も運転されている。 以前は朝夕に3両編成や4両編成の運転もあった。2016年3月26日現在、穴水駅の始発は6時15分、七尾駅の最終は22時である。七尾駅、和倉温泉駅間には JR の普通列車は運行されず、同区間の普通列車はすべてのと鉄道が運行する。のと里山里会合の運転日には、 同列車の専用車両を並結したり、運休したりする普通列車がある。折り返し朝の下り、のと里山里会号となる、送り込み列車の穴水発 7B 百 126D は、のと里山里会号専用車両で運行されるが、運賃のみ、別料金なしで利用できる。2015年4月29日から運行されている、観光列車で、専用の NT300 系機動車を使用し、 水曜日を除く平日に、カジュアルコース、土日祝日に、ゆったりコースが運行される。平日、土日祝日ともに、朝におり一本、正午前後に一往復、午後に一往復が運行される。祝日を除く水曜日は専用車は使用されず、運休もしくは、普通列車となる。カジュアルコースは、午後の一往復が普通列車との並結で、 朝の下り一本と正午前後の一往復が専用車両の単独運行である。各駅停車で専用車両に乗車する場合は、運賃の他に乗車整理券が必要である。祝日を除く水曜日は、朝の下り一本は NT200 系の普通列車に差し替えられ、正午前後の一往復は運休、午後の一往復は専用車両の連結されない普通列車となる。 ゆったりコースは、全席用予約の座席指定制で、スイーツ、寿司午前、地酒を提供する飲食付きプランが設定されている。飲食付きプランの内容と料金は列車によって異なる。飲食なしで利用する場合、乗車区間の運賃と指定席料金が必要。ゆったりコースの運行日は、ゆったりコースと同時刻の、七尾駅、和倉温泉駅、 穴水駅の発着時刻は、カジュアルコースと同時刻であるが、途中、和倉温泉駅以外では乗降できない。カジュアルコース、ゆったりコースともに、のと中島駅では、午後の上りを除き10分前後一時停車し、駅構内に保存されている、お湯重軽郵便車を見学できるほか、のと中島駅穴水駅間の7尾湾沿いの3カ所で、停車、乗降する。このため、 普通列車よりも前線の所要時間は長くなる。運行開始当初ゆったりコースが下り3本上り2本、カジュアルコースが3往復設定されていたが、2016年3月26日のダイヤ改正でダイヤが共通化され両コースとも下り3本上り2本となっている。穴水駅から和島、能登線鈴方面への路線を有していた頃には、普通列車は、 七尾駅和島駅間と七尾駅穴水駅間に、能登線への直通を加えた3系統に分かれていた。さらに、北陸本線金沢駅から直通する急行、能登路や自社のパノラマ機動車 NT800 型を使用した、急行、能登小いじ号が運転されており、JR 同様急行料金が設定されていた。しかし、輪島方面の急行は、 穴水輪島間廃止に先立って2001年3月3日のダイヤ改正で廃止され、残る鈴方面の急行についても、のとろは1年後の2002年3月23日のダイヤ改正で、のとこ維持後はさらにその半年後の2002年10月21日に廃止された。現在は JR とのと鉄道とを直通する定期列車はないが、急行廃止後も両車間を 直通運転する、臨時列車が運転された実績がある。能登鉄道7号線の近年の輸送実績を過表に、記す。表中、最高値を赤色で、最高値を記録した年度以降の最低値を青色で、最高値を記録した年度以前の最低値を緑色で表記している。館内鉄起動事業者輸送実績より抜粋、転換後の使用車両かつては、 穴水から和島まで路線が伸びていた。能登鉄道七尾線の一部で和島線と称する区間である。廃止2年前の1998年には、能登三井駅の交換設備が廃され、和島穴水間が一つの閉塞区間となって廃線を迎えた。この区間の廃止が取り沙汰されるようになったのは、七尾線一部区間の引き受け後、能登鉄道が多額の赤字を計上しており、その大半を 7尾線の赤字が占めていたためである。この区間の赤字の要因の一つは乗客の流出であり、背景としてはモータリゼーションの加速が上げられる。7尾線の穴水北は簡易線の規格で建設されたために線形が悪く、鉄道がスピードアップできない一方、鉄道に沿ってのと有料道路をはじめとする道路網が開通したため、自動車が圧倒的に有利な状況にあった。 例えば、金沢和島間には、当時から JR7 尾線、能登鉄道7尾線に並行して高速バス、奥能登特急が運転されていたが、このバスの所要が2時間で運賃が2000円であるのに、対して JR、能登鉄道経由では、所要2時間50分で、運賃2400円、急行、能登路を利用しても、所要2時間20分を要した。また、 七尾線の運行に関わる支出には、前日の経緯により、JR 西日本に対する約1億3400万円にも、上る線路、設備使用料が含まれており、これが経営を圧迫したとも考えられている。廃止が決定したとき、石川県知事は、道路整備の進展が皮肉なことに、能登鉄道を廃止に追い込んだとコメントした。 このように厳しい経営が予想される中、能登空港開港に伴う交通再編が想定されたこともあって2000年3月に廃線が決定、2001年に廃止された。これは国鉄民営化後に第三セクターに移管された路線が廃止された初めての事例となった。廃止後、能登中央バスが代替バスの運転を開始し、運営主体が北鉄奥能登バスに代わって、 現在に至る。廃線跡は全区間、レール、枕木、鉄橋が撤去され、トンネルは鉄板で塞がれている。跡地の一部は石川県道1号七尾和島線の道路用地や住宅、駐車場などに利用されている。七尾線自体は地元有志により設立された七尾鉄道を前身とするが、能登鉄道に転換された区間に限って言えば、すべて国有化後に、 国鉄の手によって建設、開業された区間である。能登鉄道七尾線の原型となる七尾以北の路線が着工されたのは、津た七尾間の開業から26年経った1924年夏のことで、1935年に輪島まで全通となった。七尾線一部区間の能登鉄道への転換が議論されるようになったのは、 七尾線の電化に関する議論が本格化した1987年からで、1989年には七尾和島間の能登鉄道への運営方式の変更が運輸省に申請され、1991年には早くも転換された。特定地方交通線以外の路線が第三セクターに転換された初めての事例である。会社記事を参照。ありがとうございます。